Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。5月30日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズタジオからキウナ名古屋お送りいたします。あれ今ね、あの沖縄台風来ててちょっと大変なことね、なってますけどもね、またこの週末もね、皆さんねお気をつけください。滑り落ちマスクマンでございます。はい、もう石垣島はですね、もうすっかりなんか観光とかそういったものがほとんどもう休止状態で、金曜日ぐらいまでもう止めるという話を聞いてて、私の知ってる人も今週石垣島に行く予定だったんですけれども、もう中止になりました。いや本当に気をつけてくださいね、みそにこみスキーと。先ほどなんですけどもニュースで、石垣島から中継やってたんですけども、やっぱりですねちょっと風強くなってますし、雨も降ってるということで、先島の、先島でお気きの皆様十分台風にお気をつけていただければと思います。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは時間。今週のテーマは時間です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。今週は、お知らせです。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、名古屋アスタトッペロン、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト、社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤のメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ名古屋。
はい、メールご紹介します、はい、先週のですね、長いできています。はい、はい、おさにさんこんばんは。こんばんは、こんばんは、マンタキーラジオのみなこさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は初めて FM 読みたんで番組したのは他の番組でした。先輩がしていた番組だったので冷やかし半分で見学に行ったら来週も遊びに来てねとのこと。そして翌週遊びに行くとスタジオに入らされた私、緊張しながら話していたら突然 CM 中に社長が台風情報を読んでマーカーしたとこだけでいいから、あと読み上げる時のまとまには気をつけてと言ってスタジオから出て行った。あらまあ、大変ですね。下読みできないまま CM が終わり、パーソナリティではない私が台風情報を読んだ。カミだったのとマーカーが塗られている文章が長く感じました。しかも緊張のあまり簡単な漢字も読み間違えたり時間が長く感じましたね。王子普通にカミだし漢字読めないよ。日常だね、日常だね、はい、ね。それから、毎週スタジオに呼び出されアシスタントが始まりました。タケボンは3ヶ月後に一緒にアシスタントとして3名で番組をしていました。なので FM 読み談が開局してから半年してから私は初泣きでした。もう長くしてるから引退しようかなとたまに思ったりしています。それはダメですよ。ねえ、ねえ、王子の重大発表、あ、これ先週のねあのことですので、まあ、王子 の重大発表というのはこう、ね、6月から1時間番組になって、滑りないとどっかでねじ込んでやろうかな、毎週おだまり毎週ねじ込んでやろうかなということでございます。はい、迷惑です。ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉の郷さんがあの FM 読みたんあるあるらしいですよ。おー、いきなり読んでっていうのなんですね。あ、そういうことね。でもすごいですね、そこから始まってもう10年近く番組やられてるんで、うんうん、素晴らしいです ね。そこから、ね、あのやっぱり皆さん、ね、成長で、ね、されてると思うんですけどね。うん、王子ずっと今日もね、ね、まあ、口今日ねパサパサしてるんですけどね。なんでパサついてんの？あのね、みさちゃんわからないですか、今日でいい、この循環されてるというの、この、冷たい空気が、うんうん、でね、ちょうどいいところ、口がね、唇をつむるとね、うん、ちょっとしばらくするとね、へばりついちゃうんだね、ペタって。今日ね、ちょっと換気してますからね、うん、しっかりね、ちょっと蒸し暑かったので、そうそう、エアコンとね、換気と両方ね、でいい感じでね、あとちょっと王子のね菌も充満するといけないんで、まあまあね、だからね、ちょうどよくね、いい気温っていう、あれですね、温度になって快適だなと思ったら、今度ね、お口が、うん、そう、せっかくこう湿気がないいい感じにしたのに、うん、パサパサになっちゃったの、パサパサになったっていうかね、本当にね、唇つむるとね、次の言葉出るときにごめんね、開かないもん。ちょうど真ん中だから風当たるんだよね、きっとね。今日いい感じだったなと思ったんだけどね。最初からつまずいてますね。ちょっと滑り菌をね、はい、出さないといけないです。そうだね。はい、はい、続きまして、長いのテーマで、はい、沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。とっさに浮かんだのは僕のメール。話したいことがありすぎて簡潔にまとめようとするも最終的に長くなるというオチ。過去に長文メールを聞いたリスナーさんからも作家になったらどうだと言われたことも。長文メールといえばハートフルシンガーの大城智也さんの番組や、過去に沖縄アイドルビラパラの番組タイトルに学園が入っているのがあり、ついそれに合わせてストーリー性にして長くなりがち。余談ですが、過去に他局のコミュニティ局の番組パーソナリティさんから長文のメールを送ってみてと言われ、メールを送ったところコピー用紙4枚超えてました。うちの番組だったら終わっちゃうよね、もう番組が、うん、30分番組だからね、うん、これもう本当に読書の世界ですね。ね、はい、ありがとうございます。はい、もう一つですね、はい、長いできています。はい、岐阜の9人のバーバさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私の夫は話好きで、例えば事務所に銀行の方や営業の方が訪ねていらっしゃったらいろいろと話し始めて、それがまた話が長いんです。時々注意するのですが、話が長いのは治りません。夫は喋ることで仕事のストレスを解消しているのかも。
ということでございます。あでもそれはありますよ ね、まあ、全部ね仕事ばっかりの話じゃなくして、あの雑談ってこともありますのでね、うん、あのまあ、王子の場合はですね、まあ、そういう方がいらっしゃっても、まあ、ほぼ 95% 以上が雑談でございますな。おだまり、うん、まあ、それの方がね、まあ、話がね、まあ、繋がるというんですかね、うん、雑談ばっかりして商談にならないんじゃないの？あの別に商談に来てるわけじゃないですよ。大丈夫だね。あの相手の方も雑談しに来てるっていう。あ、雑談しに来てるんだね、うん、そういうことが多いですね。はい、ありがとうございます。銭形警部さんからです。長いといえば携帯電話を使用している人ならあるあるですが、ツイッター、LINE、メールなどの操作をする際に、普段はギガが少なくならない限りは画像が出てくる時間は短いんですが、何かしら不具合が生じたり、急いでいる時に限って画像が出てくるまでが長かったりすると妙にイライラする時があります。お三方さんはどうですか、ということで。まあ画像ね、重たいからなかなか出てこない時ありますよね。まあ画像にもいろいろありますけどね、ほう、うん、どういう画像ですか？まあ、あんまり言えないですけど、うん、でも銭形さんが見てる画像もどんな画像なんだろうなと思いながら。そうだよね。この画像結構重たい。この画像って動画とかもねありますもんね。あ、画像だったら結構早く出てきそうな気がしますけど、じゃあ動画かな。動画だとねちょっと時間かかるのありますよね。一応画像って書いてあるけど、うん、今いろいろ想像しながらね。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今週のテーマ時間でいきたいと思います。はい、お願いします。はい、ダンサーさん、みそにくみすきーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ございます。仕事へ行く日の朝は特に時間が過ぎるのが早く感じます。気がつくと5分くらいあっという間に過ぎてしまいます。できるだけ余裕を持って準備するようにはしているのですが、来月からは放送延長なんですね。そうなんです。おめでとうございます、はいはい、ありがとうございます。王子のトークがたっぷり聞けますね。そうなんですよね、たっぷり聞けちゃってね、まあ、絶対にね、滑りないとね、ショートでもね、ねじ込んであげるんだけど。王子滑ってます。もうどうして今日こんなに強引に来るんだろう、ぐいぐいと。いやいや、だって皆さんこうね、いろいろお楽しみに、ね、なられてるのかなと思って、うん、うん、ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスでですね、カープボーイさんが、時間、最近クーラーが壊れて昨日やっと直しに来てくれた。1週間ぐらいかかった。まだそんなに暑くないから良かったけど、あと咳も止まらなくて写真の稽古を2回も休んでしまったということで。あ、うん、あ、でもちょうどね、うちもタイムリーというかね、先週エアコン調子悪かったです ね、治ってよかったです、うんうん、本当にちょっとね暑くなる前でよかったかなと思って、はい、カープボーイさんもよかったですね。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、じゃあお願いします。続いてですね、はい、こちらはですね、沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、みそにくみすきさん、今日なんか口回らないね、やっぱり。大丈夫、うん、あのね、結構ね、唇と唇がね結構くっつくんだよね。うん、滑り用事、マスクマンさん、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。改めてありがとうございます。改めて旧名古屋1時間番組決定おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。重大発表というので何事かと思いきや、これからもよろしくお願いいたしますということでございます。ありがとうございます。はい、何回も言うけどね、1時間になってね、滑りナイトの時間も増えるということでございます。もう終わりです。あ、もう終わりなの。今日本当にね、すごい涼しくていい感じだなと思うんですけども、はい、こう順調にこうね、こう循環されてるんですけど、ちょうどこう唇って顔あたりにあれなのかな、うん、風がねこう通り過ぎるのかな、うん、もう唇と唇がねくっつくんですよね。それはもう喋らないでっていうことです。え、はい、そうなの、はい、メール紹介してもいいですか。どうぞどうぞ。はい、埼玉のゴーです。ジャパン、あ、ごめんなさい、前置き忘れちゃった。ダンサーズさん、みそさん、チョベリグーナ王子、こんばんは。メッセージはお久しぶりの、お久しぶりのブリです。お久しぶりのブリです。はい、はい、埼玉のゴーです。ジャパン、改めて6月より1時間番組おめでとうございます。ありがとうございます。さて、テーマの時間ですが、
キー名古屋ラインでもありましたが、飛行機に乗り遅れたことがある。まさにありますね。しかも昨年の3月に一人で沖縄に行った時に、レンタカー屋さんの待合室の居心地の良さと、マイクロバスが満車だったから次でいいやって思ったのがいけませんでしたね。いやー、ちゃんとこの時間の飛行機なのでまだ間に合うと交換お願いしますって言えばよかった、うん、皆さんもレンタカー屋さんの待合室には注意してくださいねっていうことで、うん、レンタカー屋さんって大体ね、こう気にしてくれてるはずなんですけど、返却時間っていうのが、うんうん、ちょっとたまたまバスが混んでて次にしちゃったってことですよね。あ、その1本、ね、遅らしたことによってってことですね。いやー怖い、うん、怖いですね、うんうん、それでね飛行機の上に入って言うとね、うん、へえ、これでもどうなったんでしょうね、うん、この後のことが気になるんですけれど。そうですね、この後のことを教えてください、ね、この後のことは書いてないんですよ、このメールには。はい、ということで、はい、CM です。はい、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。はい、名古屋は栄養コーナーでございます。はい、はい、今日のテーマは時間ですけれども、ね、あのね、名古屋の時間っていうのがね、うん、あまり気にしたことないんだよね、いろんなことに対して。え、名古屋の時間とは、うん、だからさ、こうね、名古屋にまつわる時間になんかね関わるような話あるのかなと思って考えたんですけど、うんうん、一番最初にね、これは全然違うお話なんですけど、うん、矢沢永吉さんが、ね、昔歌ってたの時間よ止まれっていう歌があるんですけど、はい、うん、そのカラオケでね100点出したことがあります。ああそうなの、うん、で今ね埼玉の郷さんがツイキャスで名古屋タイムあるんですかっていうことで、私まさにその話をしようと思ったんですけど、あ、どうぞ。はい、ウチナータイムっていうのはありますよね、うんうん、まあ、だいたい集合時間があって、うん、まあ、集合時間に出かける人とか、うん、ね、集合時間に家を出る人ね、
はいはい、だから大体もう集合時間には誰もいないっていうのがうちなタイムがあるんですけれど、名古屋時間っていうのもありますよね。僕じゃあんまり知らないですね。本当ですか、うん、あれ私だけが実践してんのそれ、うん、あんま聞いたことありますよ。あ、そうですか、うん、ありますあります。うん、あんまりね、その時間に、なんていうかな、うん、そのこだわってっていうのがないんですけども、あの私の中の名古屋時間は、うんうん、大体集合時間が例えば10時だとするじゃないですか、うん、そしたら10時2、3分頃とか、まあ大体10時10分ぐらいまで許されるっていう感覚、うん、大体ね、10分から15分ぐらい、うんうん、っていう感覚なんですよ、うんうん、なんかね、あの王子のイメージだと、あのその集合時間よりか、なんか5分くらい前にね、早くいらっしゃる方の方が多いんじゃないかなって気がしてたんですけど、うんうん、まあそれはまあ、うん、まあビジネスマナーなんですよ。それはビジネスマナーですよね、うんうん、じゃなくてプライベートですよ、うんうん、まあもちろん、もちろんその仕事の時はもちろんその名古屋時間ってないんですけれど、うんうん、プライベートで待ち合わせの時ってこう、じゃあ飲みに行きましょうとかで、はいはいはい、じゃああの、うん、居酒屋さんに夜の7時に集合ですって言ったら、王子は 何時に着くように行きますか。ぴったりに行くように、オンタイムに行くように心がける。大体そんな感じですね。実際に着いてる時間はその本当にオンタイムですか。うん、それぐらいかちょっと早いか、まあ、その前後でしょうね、うん、その前後の前後が、ね、は前と後はね、そんなにあのあれ例えば10分とか15分とかそこまではないですね、うんうん、まあ、多分5分以内ぐらいじゃないかなと思うんですけど、そう、なんか名古屋時間はだいたい例えば7時だったら7時10分ぐらいまでに来れば OK みたいな感じの感覚なんですけど、あんまりね、あのそういう意識したことがないですね。まあ多分、まあ、で私の場合はね、まあ、王子時間っていうね、うん、独自の時間を持ってますので、うんうんうん、多分そんな感じでしょうねあの埼玉の郷さんがね、関東は時間がきっちりしすぎて嫌ですねって。あ、確かにきっちりされてますね。あ、されてますね、うん、まあ、またその、ね、土地柄にもよって違うんでしょうね。ギネスさんがオンタイムで着くかどうか別によるって、うん、メンバーで変えるってことですよね、多分ね、うん、まあ、例えば滑り王子がいたら、うん、あの人あれだったらまあ1時間遅れでいいやと、うん、でそうするとまたあの、それはあのよく言う、昔よくやってた放置プレイみたいなもんですよね。皆さん来るのかなと思って全然来なくて一人ぼっちで飲んでるっていう。はい、ということで、はい、ということで、はい、名古屋は栄養コーナーでした、はい、キユナ名古屋。ラントさんがですね、みそ、うん、はい、さん私も聞いたことがあるよってことで、やっぱりあるんですね名古屋時間っていうか、もう同じ県民だからです、ですかね、はい、いいですか。岐阜の9人のバーバーさんからです。ありがとうございます。2年前の年末、あるグループの忘年会に参加するため一泊の予定で沖縄に行きました。早朝に岐阜駅から金山で乗り換えてセントレアに向かう予定が、スマホでメールをしていたら駅員さんがチケット確認して気がついたのですが、電車は金山を過ぎてしまってて、しかもその電車は地流に向かっていて、空港という空港じゃない方向へ向かっていて、どんどん走っていくんです。特急なので各駅に止まることはなく、電車から JAL へ電話してそのことを話したら、間に合うかわからないけどとにかく急いで来てくださいとのこと。止まった駅で乗り換えてセントレアへ、8時半の飛行機で空港に着いたのが8時半、間に合いませんでした。 JAL の便はコロナ禍で少なくなっていて、次の便は16時と言われ、あの頃そうでしたね。それでは目的の忘年会には間に合わないので、急いで早く出る便を探したら全日空があったので、4万円余りのチケットを購入して、あ、通常料金、沖縄に向かいました。痛い出費でした。スマホに集中するのは危険ですねということです。あ、大
あでも最近ねスマホに夢中になって、私も地下鉄で反対方向乗ったこともありますし、だからつむつむやりすぎなんだって。いやだから最近つむつむ疑惑ないけどね。うん、本当に痛いですね、うん、これは。そうだね、うん、ねえ、ちょうどその頃ね、うん、飛行機の便少なかった、減便されてた時ですからね。そうするとね、やっぱり次の便までがね、そうですよね、いろいろと時間も取られる。忘年会に行くために朝の便に乗るのに、ね、夕方の便に乗ってはね間に合わないですもんね。そうだよ ね, ねえ、ああ大変でした、大変でしたね。ありがとうございます。じゃあもう一ついきます、はい、進撃のめいちゃんからです、はい、まずは1時間昇格おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マスクマンの滑りトークがさらに長くなると思ったら不安しかありません。何言ってんの。大丈夫ですよ。あのね、あの滑りはないですから大丈夫です。うん、これ以上は冷やかさないで。そして時間となったら、あ、テーマですね、そして時間となったら時間との戦い、委員会の開催ができるか否かの時間の戦い、木曜日の夕方には開催できるのかの合否が決まる、無事に開催してほしいと願っています。木曜日の夕方って書いてあります、ね、あ、木曜日の夕方で判断、はい、はい、あ、そうなんですね、聞いてなかった、うん。ではでは来週木曜日の夕方か、うん、そうなんですね、うん、ではでは、来週から1時間の旧名古屋、台風の影響で被害が拡大しないことを願っています、はい、ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかやっぱり情報っていうか、ね、早いですね、めいちゃんはですね、ねえ、うん、またあのちょっと派手なネクタイして臨海くんかな。派手なネクタイ、うん、どっか、うん、いつもね、臨海の時はね、めいちゃんネクタイしてますんで、うんうん、それをね、王子がいつもいじってたっていうね、うんうん、そういうエピソードがございます。あ、ペーターさんが4万円の特別料金、あーいやーって書いて、大変ですね、ノーマルは。本当ですよね。はい、はい、ということで、はい、もうエンディングですか。そうですね、はい、はい、エンディングです。来週のテーマは興味津々。来週のテーマは興味津々です。1時間貸した旧名古屋に興味津々など興味津々エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、名古屋熱田トッペロン、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト、社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました、うん、ありがとうございました。おまけ放送ラストのいきますよ、うん、またますよ。あのFM ギノワンじゃなかった、キーナオヤのアカウントでお願いします。はい、はい、閉店グラングラー。